実は根付けは私たちにとって身近なものなんです。今や暮らしに欠かせない携帯電話、そこにぶら下げられているキャラクター付きのストラップ、このストラップの元祖が根付けなのです。根付けは江戸時代に流行ったおしゃれ小物、印籠やタバコ入れと組み合わせ着物の帯に吊り下げていました。大名から庶民まで皆お気に入りの根付けを持っていたといいます。そんな根付けの一品がこれ、鶴瓶にカエル、井戸水を汲み上げる桶にカエルが鎮座する洒落たデザイン。このカエルのリアルなことといったらどうでしょう。大きさは1センチにも満たないんですよ。こちらは 3.5 センチほどのそば打ち職人、一部の隙もない細かな彫りが印象的です。根付けは置物ではなく帯に下げられるもの、そのため根付け師と呼ばれる職人は360度どこから見られてもいいよう彫刻を施したのです。根付けにはもう一つ特徴があります。これは中国の仙人をかたどった根付けです。背中にご注目、穴が開いてますね。この紐通しの穴があることが根付けに欠かせない条件なのです。根付けの使い方を見てみましょう。印籠やタバコ入れが下に来るよう帯の裏を通して上に出す、そこで滑り止めの役割を果たします。デザインは物語の登場人物、干支の動物、身の回りのものまで千差万別。では優れた根付けをどう見分ければいいのか、通に聞いてみましょう。渡辺正則さん、収集歴30年、その質の高いコレクションは日本有数と言われます。やはり根付けというのは単にその鑑賞するために作られたものではなくて、実用品としてですね、実際にその腰から下げて使用するために作られたものですから、大きすぎずに、しかも小さすぎずに、ちょうどこの手のひらの中に収まるぐらいの大きさであると。それから全体に丸みがあって、そしてそのできるだけその出っ張りがないということも大きな要件です。根付け鑑賞最初のツボは、極意は小さく丸く。実用品ならではの美しさがあるのです。そんな根付けの名品がこちら、江戸時代後期の名工鈴木正直の作です。大きさはわずか4センチほど。どうすればこんなに細かく彫れるのでしょう。そしてイノシシの格好にもご注目ください。足が巧妙に折りたたまれています。こうした丸く小さな根付けで正直はその名を馳せました。
正直が活躍した伊勢。根付は江戸時代に流行ったお伊勢参りの記念品として買い求められたのです。正直の子孫、酒井正美さん。正直の技を受け継ぐ五代目の根付師です。朝まつげという地元で採れる硬い木にひたすら彫りを加えていきます。一つ完成するのに1ヶ月、根気のいる作業です。これは初代正直の手になるデザイン集です。ここに丸い根付を作る秘密があります。あくまで写実的でありながらポーズを工夫して丸くしようとしていることがわかります。特に難しいのが龍。この細長い体をいかに自然に丸めるかが思案のしどころ。結局このポーズに行き着きました。実際に彫ってみるとこの通り、見事に丸まっていますね。これが正直以来脈々と受け継がれてきた根付の形です。丸ネズミは正直の作品の中でとりわけ人気の高かったものです。手のひらの上の小宇宙と言われる根付、その小さく丸い世界は実用性と芸術性を共に実現しようとした職人の心意気が生み出したものだったのです。なるほどね。手のひらにすっぽり収まるように丸くか。こんな小さな中に技の限りが尽くされてるんだね。あ、よく見てみよう。うひゃー、あ、この毛筋の細かいこと、指先まできちんと彫ってあるんだ。はあ、見れば見るほどすごいもんだ。根付っていうのは職人の技と魂の結晶なんだね。谷さん、根付は技が優れているだけじゃないんですよ。